スピーカーの方をご紹介します。アーム IoT サービスグループデータビジネス担当バイスプレジデントゼネラルマネージャー吉川博信さん。モデレーターはテッククランチ木村です。どうぞ。では木村さんお願いします。はい、はい、ありがとうございます。お時間いただきましてありがとうございます。普段は、アメリカにいらっしゃるんですよ。はい、シリコンバレーの、ロサルトスっていうところに住んでます。ああ、なるほど。日本はどれぐらいの頻度で帰ってこられるんですか。そうですね、四半期に一度か二度かっていう感じですかね。わかりました。なんで、セッションを始める前にですね、簡単に吉川さんの、これまでのご経歴というか、はい、ご紹介させていただければと思うんですけども、大学在学中からアメリカンレッドハットでエンジニアとして最初はキャリアをスタートされて、その後三井物産さんに移られまして、CVC 投資をやってらっしゃいました。で、その後に、2011年ですね、日本ではなくシリコンバレーで、ビッグデータ分析企業のテレジャーデータを、ご創業されて、ということですね。はい、お願いします。なんで今申し上げた通り三井物産の、CVC 部門にいらっしゃったということなんですけども、もともと三井物産にいらっしゃるときは、将来起業したいだとかそういう気持ちってあったんですか。あんまりなかったんですけどそれを見越してそこに入ったとかではなくて。そうですね、もともとソフトウェアやレッドハットって、この間 IBM が買収したんですけど、はい、ソフトウェアオペレーティングシステムのエンジニアだったり、そこでビジネスの勉強もさせてもらって、で、なんか VC ってちょっとかっこいい感じするじゃないですか、はい、かっこいいですよね。で、だからなんか面白そうだなと思って、はい、半分押しかけみたいな感じで入ったんですけど、で最初2年東京で投資をやったんですけど、東京にあんまりソフトウェアの投資ってなくて、で、物産の、その僕当時 の, あの物産の、VC 部隊三井ベンチャーズっていうのがあって、はい、そこの上司からもうシリコンバレー行けと、いうふうに言ってシリコンバレーに行って、メロパークのオフィスで 3年弱ですかね働いたんですけど、あちらにね住んでた方ももしかしていらっしゃるかもしれないですけど、はい、なんかシリコンバレーにいるとね、はしかみたいなのがかかるんですよね。はしか、要はなんかなんで俺ここのでっかい組織の中で、はい、やってんだろうみたいな。ああ、なるほど。周り中にこう、僕とね、はい、同じ世代の、スタートアップやってるメンバーとかいたりして、はい、なんかで彼らと付き合い始め、仕事からね、はい、彼らと付き合う機会が非常に多くて、もちろんみんな優秀なんだけど、はい、とはいえこうあがきながらね、はい、やってこちらからもねアドバイスできることもあるし、でそういうふうな話をしてると、いろんなアイデアも浮かんでくるわけですよね、はい、でそんな感じでなんか、俺ずっとここで大企業でいるんじゃなくて一回ね、自分でチャレンジしてみてもいいのかなというふうに思ったのと、やっぱりその CTO の太田っていうのと一緒に始めたんですけど、はい、あとフラッシュっていうエンジニアと始めたんですけど、そういう出会いもね、あったのが事実です。なるほど。だからそのシリコンバレーの起業家を見て自分もやりたいなというか、そうですね、やれるんじゃないかっていうの。なるほど。それ2011年に、日本ではなくてシリコンバレーで起業されたということなんですけど、それはもうシリコンバレーにその時いたから自然な選択だったのか、それとも日本に戻って起業するっていう選択肢ってなかったんですか。こと例えばテックランチなんかに取り上げられるビジネスって結構 B2C のビジネスが多いと思う、はい、コンシューマーのビジネスも多いと思うんですけど、僕がやってたのってもともと OS 屋で、今は、ある種データベース屋なわけですよね。でそういう基盤のテクノロジーってやっぱアメリカなんですよ、はい、アメリカのマーケットにいないと、アメリカ取ると世界取れるんですよね。日本取っても世界にならないです、っていうのは非常に分かりやすくて、そういう意味で自然な判断だったと思います。なるほど。創業が2011年ですから今から7年前 で、 そうです、ね、今も四半期に一度戻られているというお話だったんですけど、はい、それって2011年当時と2018年と全く変わらないのか、それとも、日本のスタートアップって、業界、業界でそうですね、大きくなってきてるんだなっていう実感だとかっていうのはありますか。
そうですね、まあ、2011年あの最初始めた時に当初あのアメリカの、スタートアップのお客様と日本のスタートアップのお客様、はい、どちらかというと最初やっぱりどこの B2B のビジネスもそうだと思うんですけど、最初は SMB から入るんですよね、はい、でミッドマーケットに入っていって最後エンプラに行くって、今エンプラやってるんですけど、そういう意味で一番最初にサポートしてくれたお客様はやっぱり日米のウェブ系中心のスタートアップだったんで、うん、まあ、そういう意味ではあの日本のお客さんも最初からあの、ね、お手伝いさせていただいたっていう機会はありましたよね。なるほど、はい、そのまあトレジャーデータを創業されて、まあ、事業領域としてビッグデータの分析か、という、まあ、領域を選ばれたという、はい、選ばれたんですけど、はい、あのその領域を選ばれたきっかけだとかっていうのは何かあったんですか？何かの、まあ、そもそも論として、はい、まあ、僕もともと OS 屋で、はい、一緒にスタートしたメンバーは CTO の太田は検索エンジン屋で、はい、古橋っていうのはもうザ・データベース屋、はい、データ屋っていう感じなんですね。要はみんなあのインフラに近い、いわゆるミドルウェアとか、インフラストラクチャーのソフトウェアのビジネスをずビジネスというかテクノロジーをずっとやってきた、はい、ので、まあ、そこからそもそもなんかいきなりこうソーシャルネットワーク始めましょうみたいにならないですね、うん、なるほどそもそもね。で、あとは、まあ、私自身もそうですけどオープンソースのビジネス、コミュニティに近いところにずっと3人ともいた人間なので、はい、まあ、そういう意味でも そこからあまり離れるってことはなかったですね。で一方で、あ、ごめんなさい、一方で景気悪かったんですよ2009年、ね、はい、2009年10年って、はい、まあ、その中でやっぱりデータの投資っていうのはかなりずっとスタートアップの投資っていう意味でもずっとあって、あ、2008年2009年で、景気が落ち込んだ時もデータに関する投資は、そうそうそう、データの関するちょうど、まあ、まあ景気が悪くなるのと、はい、データいわゆるビッグデータのテクノロジーが、結構こう本ちゃんのメインストリームのマーケットに入るのと同じタイミングだったんですよね、はい、まあ、そういう意味ではあんまりこう待ちたくもなかったっていうのもあるっちゃありますよね、うん、タイミングっていう意味ではね。なるほど、2012年の9月、うんうん、なので、創業が2011年12月ですね。そうですね、なのでその、まあ、約、まあ、1年も経たないぐらいのところで、ヘロクの創業メンバーであるジェームス・リンデンバームだとか、はい、創業メンバー3人と、はい、ヤフーのジャリー・ヤンさん、はい、あとは松本幸宏さん、などから、まあ、エンジェルラウンドで、出資を出資を受けてますけども、うんうん、これに関してはそのまずもう率直にそのヘロクの創業メンバーとどう最初に会ったのかっていう、ヘロクの創業メンバーに限らないんですけど、はい、結構まあ多分日本も同じだと思うんですけど、アメリカもなんていうのかな、エンジェル投資の世界ってこういわゆるクラブディールとかって言ったりしますけど、はい、こうカントリークラブみたいな感じで、はい、結構グループすごい緩くつながってる、うん、グループがいくつかあるんですよね。で例えば、まあ、Google に一番最初に投資したロン・コンウェイというすごい有名なエンジニアがいますけど、はい、この人を中心にしたふわっとした、ネットワークであったり、うん、まあ、有名なところだとペイパルギャングっていうのが、はい、マフィアかな、はい、ペイパルの人たち、はい、で僕が一番最初に投資してもらったのはビルタイっていうですね、はい、今僕が投資してもらった時はチャールズ・リバーベンチャーズの、うん、パートナーでしたけど、まあ、非常に有名な投資家がいて、まあ、彼が投資してくれたのが結構縁で、コミュニティに入れたというか、そうここに入れたんですよね。そうすると、バババッと広がる。それまで、まあ、太田と僕で結構何人かエンジェルにピッチしたんですけど、あんまりうまくいかなかったんですよ、はい、最初。ただビルがコミットしてくれてタームシート書いてくれてからはいきなり断れられなくなりましたね、うん、逆に僕も乗りたいっていう感じの人が増えたんですよね。それは肌感でしかお答えできないかもしれないんですけど、はい、まあ、今、スタートアップや、の起業家もたくさんいらっしゃってると思うんですけども、はい、日本の起業家が日本で創業して、そのアメリカのエンジェルのコミュニティに入りたいと、うん、可能ですか？可能っていうか、まあ、僕やったんでできると思うんですけどね。それってアメリカでビジネスやってる必要ってあったりしますか？あんまない。ただ一番最初どっかのきっかけでその人に会わないといけないんで、なるほど、ね、パーティー行くのかわかんないですけどね、はいはい、やったらいいかもしれないですよね。でもアメリカのエコシステムの面白いのはアメリカのスタートアップのエコシステムの一番投資が受けられやすいのってシリアルエントプレーナーみたいなもうすでに実績がある人たちだけど、はい、その下にまあ
それこそそのクラブディールにボンと入れる人、うん、はい、ただそこになかなか入っていけない人でも、まあセカンドディアって言ったら怒られちゃうけど、うん、そういう人たちも例えば Y コンビネーターみたいな、はい、そういうそこの門戸を開いてくれるプログラム、うん、Y コンビネーターなんか別にクラブディールじゃないんで、うん、申し込もうと思ったら申し込めるわけですよね。なるほど。でそこでガガガッとドアが開くみたいなことあるんで、なるほど、そこはね別に捨てたもんじゃないっていうか、うん、クラブディールクラブそのいわゆるカントリークラブに入れなくても、うん、諦める必要は全然ないと思うんですけどね。なるほど。なるほど。まあ、その2012年9月のラウンドの後もですね、はい、2013年のシリーズ A、2015年のシリーズ B、2016年のシリーズ C と、順調にまあラウンドも重ねていってですね、はい、調達額も、重ねていったわけなんですけども、その成長の過程の中で、その成長 その曲線って結構リニアな感じだったのか、それともどこかの段階でティッピングポイントみたいのがあって急激に伸び始めたっていうタイミングってあったんですか？ね、一番最初意外にお客さんボボッとついて、はい、その後一回いわゆるプラトーって言いますけど、一回成長が完全に止まったわけじゃないんだけど、はい、成長が鈍化したタイミングがあったんですよね。で、2年半くらい前かなからまたガッと伸び始めたんですけど、うん、まあこれ B2B やられてる方だとよく分かってくださると思うんですけど、問題を解決するそのテクノロジーの業界で問題を解決するっていうのは方向性2つあって、はい、ちょっと英語になってあれですけど、イースオブユース、要は難しいものを簡単にするっていう方向性と、はい、ビジネスバリューをもっと追求するっていう、はい、テクノロジーとビジネスバリューって別にいいものを作る、いいすごいテクノロジー作ったからってビジネスの人にいきなり受け入れられるわけじゃないですよね。例えば Google の検索エンジンを一つ考えても、検索エンジンがすごいとしても誰も使ってくれないんだけど、はい、検索エンジンを使うことでその先にあるビジネスバリューにポッと届けるっていうのでガッとみんな使ってくれるようになるわけですよね。で一番最初にトレジャーデータがやったのは、まあ、Hadoop っていうオープンソースの、はい、まあ、大きなデータを解析する基盤があるんですけど、これをまあ簡単にしましょうと、データ解析自体を簡単にしましょうってイースオブユースを頑張って突き詰めていったんですね、はい、それで最初に結構お客さんがついたんですけど、途中で肌と僕らも気づいたんですよね、まあ、Google とか Amazon みたいな大きな大手が入ってきたっていうのもあるんですけど、あ、もうちょっとビジネスバリューに近いところにやんなきゃダメだな、うん、で、僕たちが知らないところで、お客様が、トレジャーデータの 上に、まあお客様のお客様、コンシューマーのデータをとにかく徹底して360度解析するっていう基盤をかなりたくさん作られてたんですよ、はい、これだと。なるほど。でこれをちゃんとこれに向かってビジネスバリューをもっと追求していこうって言って、少しパッケージを変えたんですね。今カスタマーデータプラットフォーム CDP って言ってるんですけど、これを見つけて、そこからまたグワッと伸び始めましたね。要はイースオブユースだけだったのだけのバリューじゃなくて、イースオブユースプラス実際のビジネス価値にもガッと近づいたっていうのが一つのティッピングポイントかなと思いますね。おそらく、まあ、思うに、それそういったものに比べ加えて、まあ、B2B ならではというかデータ分析企業ならではなのかなと思うんですけども、その、まあ、顧客のデータを扱う、うん、まあ、機密データもたくさん扱っていらっしゃると思うんですけども、はい、そういった企業だとやはりそのレピュテーションが重要なのかなだとか、うん、例えばどこかに、導入されている実績があるからこそ導入が増えて、でそこで実績が溜まっていって加速度的に伸びていくような曲線なのかなと思ったんですけども、うん、そういうところはありますか？いや、その通りだと思います、はい、2つあって、はい、テクノロジーでセキュリティにガンガン投資しなきゃいけないっていうのはその通りで、はい、僕たちおそらくそのデータクラウドのデータ基盤屋を見渡してもトレジャーデータ本当に一番セキュリティに投資している会社の一つじゃないかなと思います、はい、で、もう一つはおっしゃる通りで、やっぱり最初に横断歩道、赤信号かもしれない横断歩道は誰も渡りたくないですね。要はそのジェフリー・ムーアの図でいうところのイノベーターって必ずしも数が多くないですね、はいはい、イノベーターを掴んだら掴んで離さないというかですね、うんうん、これをこの人たちに徹底して、まあ、トレジャーデータの基盤を叩いてもらって、きちんともう完全にフルブローンを使ってもらうことで次に行ったってなりましたね。そうすると最初のお客さんがきちんと最初のお客さんに実績出せると次に行く、
結構テックランチも含めてだけど、スタートアップの業界なんかだと、例えば誰に投資された、それこそジェリアンじゃないけど、はい、誰に投資されたみたいなこととか、それこそアクセルだ、うん、クライナだ、セコエだ、うん、あんま関係ないですよ、うん、エンプラの世界って、はい、知らんと、はい、それよりも P&G が使ってます、うん、資生堂が使ってます、トヨタが使ってますっていう方が全然大事だったりしたわけですね。僕たちやっぱそれに気づいたのは良かったですね。でとにかくお客さんに、僕例えばイベントやるにしても僕が出てもしょうがないんですよ、太田が出るんじゃなくて、お客様にトレジャーデータを使ってその上でどんなビジネスをやってるかっていうのを徹底してお話しいただくようになってから、他のお客さんがどんどん興味持ってくれるようになりました、ね、うん、なるほど、分かりました。ではその2016年以降のですね、はい、もう、まあ、順調に、成長を続けてらっしゃって、2018年、今年ですね、あの御社にとって大きな、まあ、転換点というか、アム社との統合、アム社が御社を、まあ、買収さ、したという、まあ、ニュースがありました。で、あのさっきタイトルにもありましたけど、6億米ドルというのは、あくまでも報道ベース、はい、あの僕は何も言ってませんノーコメント、わかりました、はい、まあ、あのノーコメントですけど6億米ドルと報道されているということですね、はい、ありがとうございます、わかりました、空気を入れていただいてということなんですけども、まあ、あのその統合について、まあ、ぜひあの、はい、お聞きしたいんですけども、はい、まずその、それまでに至る経緯というか、ファーストコンタクトはどちらから、2017年の1月にまだ覚えてるんですけど、はい、うちの投資家さんで、あの、黒崎さんっていうですね、はい、新宿にある小さなマイクロファンド IT ファームっていうところの社長さんが、もともとアームのアドバイザーをずっとやられてた方で、はい、ソフトバンクさんが買収される前の話ですけど、まあ、そんな一回会ってみたらみたいな感じで、うん、社長のサイモン・シーガルズ、CEO のアームの CEO のサイモン・シーガルズ、僕で、はい、一回サンノゼで会ったんですね。でその時はまあお互いの紹介をしただけだったんですけど、うん、意外にこんなことやりたいっていうお互い話が盛り上がって、はい、じゃあ一回技術人同士、例えば要するにアームって ありとあらゆる携帯とかに入ってるわけですよね、はい、チップセットとして、チップの IP として、でこれとトレジャーデータのバックエンドが、クラウドのバックエンド、データバックエンドがつながったら面白いねっていう、まあ、そんな話があって、そこから、まあ、技術的な議論を始めて、最初はパートナーシップだと思ってたんですけど、ね、なるほど、そうそうそう、初めて会われたのは2017年の1月ぐらい。そうですね、そういう具体的な統合話が出たのはどれぐらい、去年の冬かな、去年の冬ぐらい、うん、まあ、ずっとその、ああいう彼らは彼らでそのチップセ、CPU の IP コア、はい、のマーケットシェアっていうのは膨大なものが彼らあるので、うん、はい、まあ、そこをうまくそのいわゆるデバイスを解析、デバイスデータを解析するマーケット、 IoT のマーケットに紐付けたいっていうのは、うん、ソフトバンクの孫会長から、サイモン・シーガルズからずっと言っていたことなんだけど、実際にじゃあうちでは何かって言った時に、はい、多分そのデータ基盤を作んなきゃいけないねって話になったんだと思うんですよね、うん、でそれでまあご興味持っていただいたんだと思うんですけど、ね、なるほど、うん、このお話が出る前、吉川さんも公言していたことはですね、まあ、ナスダックにいつか上場するということをおっしゃられてたと思うんですけども、はい、まあ、その話が、浮かび上がってですね、最終的には、自ら起業した、企業を預けるという形で、はい、まあ、アーム社を選ばれたわけなんですけども、そのなぜその話、そのディールを受けたのかというのと、なぜアーム社だったのかというところをぜひお聞きしたいなと思いました。まあ、そもそも論として、はい、シリコンバレーなのかアメリカなのか分かんないですけど、アメリカのスタートアップ そのいわゆるリクイディティイベントの、はい、もう90数%って多分 M&A 経由だと思うんですね、うん、でいろんな種類の M&A があって、まあ、それこそ有名な、ベン・ホロウィッツの本に書いてありますけど、ハードシングアバートハードシングスですね、に書いてありますけど、要は、テクノロジーを買収、テクノロジーの買収、はい、プロダクトの買収、はい、ビジネスの買収、はい、トレジャーデータの買収は典型的にビジネスの買収、はい、まあ、かなり大きくなる買収になると思うんですけど、はい、まあ、一つはやっぱり
僕も経営者なんで、経営者だったので、従業員もたくさん株主がいる中で、株主価値の最大化、エンタープライズバリューの最大化っていうのは、まあ、当然僕の一番のミッションではあったわけですよね。で、ここを、まあ、具体的には申し上げられないけれども、非常に大きな価値をつけていただいてくれたっていうのが一つで、もう一つは、まあ、人物金っていうところがありますけど、物っていう意味でトレジャーデータ、ずっと7年間僕たちが一生懸命作ってきて、お客さんに使ってもらった、トレジャーデータの基盤が、ARM の IoT のストラテジーのコアになることで、いきなりこうリープジャンプができるなと思ったんですよね、はい。それこそ将来1兆個のデバイスからデータが集まると、もしかしたら世界最大のデータ基盤、クラウドのデータ基盤に、まあ、十分なりうるオポチュニティがあるなというのがもう一つ、これは非常に興奮しましたよね、はい、チーム一同で。3つ目はその事業の買収という意味で、得てしてそのシリコンバレー の, そのソフトウェアの買収、そういった企業の買収でもテクノロジーは買う、プロダクトは買うけど、うん、GoTo マーケットの機能、いわゆる営業とかマーケティングは比較的すぐ統合されちゃうみたいな話とかっていう話があるんですけど、はい、ARM はもともと半導体の IP の会社なので、ソフトウェアの事業自体の知見っていうのは必ずしも多くない会社なんですよね、うん。この中でトレジャーデータのチームがボコッと ARM の中に入って、ある種僕たち の, その活躍の場がさらに広がる、うん、っていうのが非常に 僕としては嬉しいことで、実際今すごい活躍しているメンバーたくさんいるんですけど、なるほど、そうですね、まあ、そこの3つがトリニティじゃないですけど、うん、3つがうまく重なったっていう、そういう話だったっていうのが一つ大きな理由だったと思います、ね。まあ、一緒にやっていけば、まあ、大きな価値を生み出せるというか、そうですね、はい。ただちょっと気になるところがあって、吉和さんの、肩書きというかロールがですね、以前はトレジャーデータ CEO というのが正式な、はい、ロールだったと思うんですけども、はい、今は、まあ、ARM のロールに変更されていて、はい、それと同時にまあ、ARM とトレジャーデータともにですね、はい、ARM トレジャーデータというブランドをグローバルで共同でやっていくよという方針を出されてますけども、それはもう、組織的にも、これから、まあ、ARM トレジャーデータというブランドに、まあ、集約して、いくということなんですか。そうですね、とりあえず今まずやっている、はい、先ほど少しお話したカスタマーデータプラットフォーム、はい、お客様特にコンシューマー人のデータをとにかく徹底して解析するっていう、そこのプロダクトのパッケージは ARM トレジャーデータでいきましょうというふうに彼らときちんと合意をして、このままやっていくと。一方で、まあすごく簡単に言うと、データって人が生み出すか物が生み出すかしかないんですよね、はい。で、物が生み出すセンサーであるとか、こういう物が生み出すデータについては、いわゆる IoT の基盤、は、別に ARM ペリオンというプラットフォームを ARM の方で発表して、はい、ここのコアがやっぱりトレジャーデータのテクノロジーになりますね、うん。だからトレジャーデータとしては、そのデータ基盤が人のデータにもアドレスできるし、はい、物から生まれるデバイスデータにもアドレスできる、うん。そういう意味で、物のデータはペリオン、人のデータは、ARM トレジャーデータでいきましょうという、そういう、まあ、握手をして、事業化を今やっているというところですね。ARM社がその IoT というビジネスを進める上で、まあ、データ分析というレイヤーって必ずまあ必要になるものだと思うんですけども、そこは、トレジャーデータが、ジョインする前はなかったレイヤーで、そこをトレジャーデータが担うという、おっしゃる通りです。まあ、これそのなんで大企業が、小さいスタートアップを買収するかという、はい、その M&A の議論根本にも、うん、関わる話だと思うんですけどね、はい。スタートアップからしたら、まあ、一つそのいつか Google にとかいつか Amazon にみたいな話はもちろん多かれ少なからあるんだと思うんですけど、一方で大企業の文脈からすると、彼ら彼らでもっと巨大なマーケットタムと戦っていて、そこでいち早く入っていかなきゃいけないと。でその中で、自分で、まあ、日本の企業なんかだとね、自分で R&D をして頑張って時間かけてっていうこと多いかもしれないですけど、やっぱりそこである種お金で時を稼ぐっていうところあるんだと思うんですね、はい。で実際トレジャーデータは数百社もすでにお客さんが日米でいる企業ですし、正直言うと実績も非常に多いと、はい、いう中で、これ自分でやるよりも
自分ではもちろん多かれ少なかれ研究開発はしてたんだとは思うんですけれども、やっぱりきちんと実績、まあ、マーケットプルーブンな基盤を中に入れて、それで一気にこう、IoT のソリューション事業を立ち上げようっていうのが彼ら の, 考えだったんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい。その統合後の、トレジャーデータの役割、というかですね、まあ、今後傘下に入った後どういったところを実現していきたいのかというところにもつながってくるとは思うんですけれども、そうですね、今年の夏ですよね、今年の夏に、新しいプラットフォームのアームペリオン、うん、IoT プラットフォームを発表される会見の時に、はい、すごく、個人的に、いいなと思う発言がありまして、ディスラプターたち、まあ、ディスラプターたちに、ファイトワークするというか、まあ、反抗する手段を、はい、まあ、提供していきたいというような言葉があったと思うんですけども、はい、まあ、テッククランチ、普段はディスラプターたちを、取り上げるというかですね、ディスラプターを、ね、どんどん生んでほしいというか、そうですね、生んでいきたいという、まあ、メディアになるんですけども、それに対してディスラプターたちの挑戦に対してファイトバックする手段を与えたいという言葉があったんですけども、はい、この言葉についてぜひどういった意図でそう話されたのかというところもお聞きしたい。ディスラプトで横文字にしちゃうとちょっと分かりづらいんですけど、はい、ディスラプトって破壊するって意味じゃないですか、はい、なんかアマゾンとかグーグルとかアップルとか、特にアマゾンが分かりやすいですけど、はい、なんか世界中なんか進撃の巨人みたいな感じにしてますね、壊してる感じですね、はい、マーケットね、ガーファの巨人みたいな。でそうそうそう、で別にそのアマゾンとかグーグルが取ってるマーケットって新しくできたマーケットじゃないですよ、既存のマーケットを取ってるんですよね、はい、でそうネットフリックスが出てきて、それこそブロックバスターが潰れちゃったみたいな話とか、はい、この間トイザラスも潰れちゃいましたけどね、はい、おもちゃ屋さんで、要はこういうその既存ずっとそのマーケットを持ってた人たちがどんどんいなくなっちゃってるんですよね、はい、これ日本も別に例外じゃないときっと思うんですけど、うん、その中で、なんでそのファングとか、まあ、ガーファとかいろんな言い方がありますけど、この人たちが強いかっていうと、僕、まあ、ややトレジャーデータ目線ですけれども、徹底してお客さんのこと知ってるんですよ、うん、お客さんのこと何でも知ってるんですよ、気持ち悪いくらい、はい、でもじゃあ翻って家電屋さんとか車屋さんとか既存のマーケットを持ってる人たちって必ずしもコンシューマーのこと知らないんですよね、はい、マスマーケティングを、うん、基準にしてずっとマーケティングやってきたんで、でもじゃあウーバーとかグーグルとかアマゾンにはみんな優秀なコンピューターサイエンスの生徒行きたがるけど、うん、そういうまあちょっと昔からある企業にみんなそういう人たちが来るかさ来ないんですよね、はい、でそこでトレジャーデータがボコッと彼らと一緒に、うん、仕事することで、トレジャーデータが持っている非常にイノベーティブなデータ基盤がでを彼らが手にする、まあ、僕らのお客様が手にすることで、はい、ようやくなんていうのかな、戦う準備が整うっていう感じだと思うんですよね、うん、そこまで行くのが大変なんですよ、うん、Amazon とか、そう、Amazon とか Google は何十億ドルみたいなそういう投資をかけてようやくそこに行くんですけど、はい、その一般的な企業ってそこまで行けないんですよね。少なくともデータ基盤に関しては僕たちそういう、まあ、いわゆる GAFA の、基盤に誤するものを持っているので、はい、そこと既存 の, その知見マーケット知見がある、会社さんと一緒に、なってようやく、まあ、肩を組んでね、うん、やっつけ返すぞという準備ができるのかなと思うんですね、うん、なるほど、まあ、投資も必要だし体力も必要なその、まあ、データ分析の人材を集めるデータを集める、うんというところをまあ、トレジャーデータと一緒に手を組むことで、まあ、その分野でもGAFA だとか大きなプレイヤーに、ファイトバックできるんだぞというところを伝えたいですね。そうですね。でまさにそういうお客様が僕たちの今のスイートスポットのターゲットカスタマーであることもまた事実というところですね。わかりました。じゃあそろそろお時間となりましたのでありがとうございました。ありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。